皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は自宅開業をする前にチェックしてほしいポイントについてお伝えしていきたいと思います。自宅開業ですね、ノリでも全然できるんです。開業届の税金的なそれはあるんですけれども、それこそ明日から教室を開業しますって言ったらできてしまうのが自宅開業になります。販売とかですと販売許可ですとかいろいろなそういう手続きとかを役所の系の手続きが必要になるんですけれども、それだけ簡単にできてしまうものなので、安直に安易に作ってしまう方も非常に多いので、まずはっていうことでちょっとチェックしていただきたいこと、2点ですね、今回の動画でお話をしていきたいと思います。まず1つ目がですね、確認しておきたいことということで、自宅内のですねスペースです。大概リビングがレッスン場になるケースが多いと思うんですけれども、家族の動線と生徒さんを招きして、かつ、レッスンを行っていく、要はキッチンと先生が往復し、キッチンとそのリビングを往復する先生の動線とか、そこに生徒さんが座ってきて作業をして、例えばパンの場合だったらこね板とかそういうのが必要になってっていう、道具を置く場所があってとか、オーブンとか発酵機とかいろいろあるわけですよね。でそれを全部置いても教室として成り立つようなスペースがそもそもあるのか、ないしは作ることができるのか、あとはその時に、家族との、自宅の中の住み分けができるようなレイアウトになってるのかとか、この辺りができてないとですね、来る生徒さんも非常にこうなんか居心地が悪い状態でレッスン場に入ることになりますし、家族の方にも、いやこういう状態でやられてもっていう、 そんな話とかも両方に対して負荷がかかるような話になってしまうので、ある程度の人数、それが2人からやりたいっていう方もいらっしゃるんで、それでも全然構わないんですけれども、やはりお金をいただいて教室をやるっていうことに関しては、最低でもそこそこのクオリティは保たないといけないと思うんですよね。私はいろんなところで回っていた時に100以上教室を回っているんですけれども、お仕事で回ってた経緯もあったので、驚いたのがですね、リビングは使ってはいるんですけど、ほぼ玄関から入った、リビング横っちょの方が自宅で多分使いたいから、そこに人を多分入れたくないんでしょうね。その廊下状になっている、その先にキッチンがある、その辺りの一角で小さい机を使って1対1でやるみたいなので、体験した時はちょっと衝撃でしたね。できるんですけど、やはり教室っていう体で構えてるのであれば、その辺りもしっかり整備していただきたいなっていうことはあるので、スペースの確保っていうのがまず1点です。あとはですね、マンションとかでやられる方とかもいらっしゃるので、管理規約とか賃貸借契約の確認をした方がいいですね。グレーな場合とかがやはりあります。住居のみに限るっていうのがバサッと書いてあるとですね、それをやってしまったことによって、場合によっては自分が退去しなくてはいけないようなケースになってしまうケースもありますので、大っぴらに OK ってしてるマンションは、結構少ないと思うんですよ。だからただそうとはいえ、例えばですね、その不特定多数の人がいかにもこうたくさん出入りするのが玄関のオートロックから見えてしまうような状況とかだと、やはりすぐに分かってしまうので、そのあたりがバラバラとしか人数もそんなたまにしか来ないしっていうのであれば、例えば友達を呼んでホームパーティーみたいな、レベルでどうにかなるんだったら大丈夫なんですけど、激しく人が出入りするような状態になった時に、実際にそれが違う方からですね言われて、管理組合の方からさらに上の方に上がっちゃって、購入されたマンションだったんですけれども、引き払って出ていくことになった方もいらっしゃいます。なので、自宅の本当の一軒家は問題ないんですけれども、マンションとかの場合には管理規約とかも、確認した方がいいと思います。あとですね、先ほどの話とちょっと連動しますけど、そのプライベート空間っていうことで、家族が住んでいるので当然そこと共用しているので、ある意味生活感が出るのは仕方がないんですけれども、いかにもその普通に暮らしている状態、散らかしている子どものおもちゃが散乱してるとか、やはりそういうものはないような状態の方がいいと思うんですよね。お子さんが来る子ども向けの教
室だからそれがあるっていう時には別なんですけど、そうじゃない限りにおいてはやはりプライベートの空間と教室の空間というのは分けるような形にしていかれた方がいいと思います。以上がまあスペースの話ですね。今度はあの資金とか経費の話になります。自宅で教室を開業する場合には初期費用を抑えることができるっていう大きなメリットがあります。レンタルスペースとかを借りなくてもいいですし、家電製品とかもですね、自分がオーブン使っているオーブンをそのまま使うこともできたりとか、いろいろとまあそれを最初からあるっていう、そこのメリットはあると思うんですよね。とはいえですね、出だしその生徒さんもやるからってことはオーブンが必要っていうと、そのオーブン買うとか家で使ってるものよりもうちょっと大きなダイニングテーブルじゃないと教えられないなっていうと、それを使うとかそのあたりとかもあるので、まあ、ざっくり30とかぐらいは見るようなケースとか、場合によっては50とかっていう場合もあるんですけども、まあ、そういうようなが初期費用で必要になったりとか、あとホームページとかですね、まあ、あのチラシとかを作っていく場合に、自分がその能力があればゼロでいけますけれども、なければ誰かに頼んだりっていう時にその費用が出ていくケースがあります。なので安いと5、10、15あたりで済みますけれども、高い場合には30、50とかになってくる場合もありますので、そのあたりも初期費用ですね、どのように考えたらいいのかっていうのも合わせて考えていかれるといいと思います。それを用意したとしてもまだランニングの部分でですね、生徒さんが来なければ売上が立ちませんから、会社員からの特に転職の場合には貯金がないと、生活に直結しているような形で開業しなくていけない方は非常に厳しい状況になると思いますので、出だしの資金計画っていうのも、しっかりされていくといいかなっていうふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。